皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。富士ファブリックの名曲をよるしかのスイがカバーした若者のすべてがネットフリックス映画余命一年の僕が余命半年の君と出会った話。主題歌に決定したその他の画像ネットフリックス映画余命一年の僕が余命半年の君と出会った話は 森田碧によるベストセラー小説を映像化突然余命を宣告された主人公早坂昭人がいろいろなことを諦めながら淡々と日々を過ごす中で運命の恋に出会う青春純愛映画美術の才能にあふれながら心臓に腫瘍が見つかり余命1年と宣告される昭仁に流瀬廉昭仁が病院の屋上で出会う余命半年の桜井春奈に出口夏樹が奮している スイがカバーした若者のすべては劇伴の音楽も担当した亀田誠二がプロデュース楽曲に関してスイは嫁僕という光ある作品の中でまた亀田誠二さんという太陽のような音楽家に手を引かれ私も前を向いて歌いました映画の最後にも希望を感じてもらえたら嬉しいですとコメント本日公開された本予告映像では主題歌 若者のすべての一部公開されている。スイフロムよるシカコメント私が若者の頃初めて若者のすべてを歌った時涙が止まらず歌いきれなかったのを覚えています。嫁僕の最後に流れる若者のすべては涙を拭うイメージです。嫁僕という光ある作品の中で また亀田誠治さんという太陽のような音楽家に手を引かれ、私も前を向いて歌いました。映画の最後にも希望を感じてもらえたら嬉しいです。番組情報、ネットフリックス映画、余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。2024年6月27日、木曜日、ネットフリックスにて世界独占配信。映像情報、ネットフリックス映画、 余命一年の僕が余命半年の君と出会った話。本予告映像、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。